最近黄色に料理を教えてもらってるの。喜ばせたい人がいるから。空気が乾燥してる。確かカバンに喉飴が。コンビニで夕飯買っていかないと。最近黄色に料理を教えてもらってるの。喜ばせたい人がいるから。海外ドラマって見始めると続きが気になって、つい夜更かししちゃうのよね。